どうもこんにちは。男はリーゼントヘアに改造学生服、女は聖子ちゃんカットに足首まで隠れる長いプリーツスカート。1980年代から1990年代初め、不良がかっこよく輝いている時代を描いた映画ビーバップハイスクール、公開されたのは1985年12月。映画配給収入 14.5 億円を記録し、1986年の配給収入ランキング第2位と大ヒットしました。ファンの強い希望があり、続編も制作されており、アクション、ギャグ、恋愛の要素が盛り込まれていて、不良でなくても楽しめる映画です。そこで今回はビーバップハイスクールに出演していた主要キャストの現在についてまとめました。中村徹さん、主人公の一人徹を演じていた中村徹さん、徹役を決める出演者公募では約6000名の応募者の中から選ばれました。ビーバップハイスクールで第10回日本アカデミー賞新人賞受賞、第41回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞受賞、第8回横浜映画祭最優秀新人賞受賞と大ブレイクして、俳優として最高のスタートを切りました。その後刑事ドラマ危ないデカに出演、高い人気を誇り、シリーズ完結までの30年の全ての作品に出演、人気を不動のものとしています。俳優としてのキャリアは日本にとどまらず、韓国映画ロストメモリーズでは韓国版日本アカデミー賞である大金賞映画祭において最優秀男優助演賞を外国人として初めて受賞しました。最近では東京と兵庫で公演された舞台砂の女に出演し、その魅力を遺憾なく発揮されています。清水浩二郎さん、もう一人の主人公ヒロシを演じていた清水浩二郎さん、芸能界デビューは1981年でアイドル歌手として活躍していましたが、ビーバップハイスクールのヒロシ役でブレイク、不良のイメージそのままに、その後獣のようにシリーズや極道の妻たち、仁義なき野望等の V シネマで大活躍されていきます。順調な俳優業を営んでいましたが、2014年更年期障害を患い闘病生活に入ります。高圧剤を服用しながら生活を送られていましたが、日々体調の変化に悩まされて、強い不安から逃れるため朝から酒を飲んで生活していた時期もあったそうです。2020年にバラエティ直撃真相坂上に出演し、番組内で健康検査を行い不安障害やアルコール依存と診断されます。膵炎も見つかりました。投薬とカウンセリングを受けて体調は現在良くなってきています。体調が上向きになってきたことに伴い、 YouTube や Instagram にて新たな活動を始められています。中山美穂さん、ビーバップハイスクールのマドンナ役泉京子を演じていた中山美穂さん、高校生とは思えない美貌で映画に華やかさを与えています。一方で戸塚水産高校の兄弟にさらわれて髪を切られたりと過激なシーンもあり、見る人を釘付けにしました。映画出演当時はすでに人気のアイドル歌手として認知されていましたが、ビーバップハイスクールが当たり役となり本格的に女優活動を進めていきます。その後は同年代のアイドルがバラエティや女優一本へと活動の舵を切っていく中、中山さんは女優と歌手の二刀流を継続していきます。歌手として1988年第39回日本紅白歌合戦から1994年第45回日本紅白歌合戦まで7年連続で出場、アルバムも精力的にリリースされています。1992年の世界中の誰よりきっとは180万枚を超える売り上げを記録しミリオンセラーとなりました。女優としては数々の映画に出演、主演も助演もこなし数々の賞を受賞しました。1995年のラブレターでは婚約者だった恋人を事故で亡くした女性を演じ、第20回報知新聞社報知映画賞最優秀主演女優賞受賞等の輝かしい功績を残されています。プライベートでは2002年に作家や監督業等でマルチに活躍していた辻仁成さんと結婚、フランスに移住されたため日本での芸能活動はほぼ休止状態となっていました。
そして2014年に離婚されてからはまた芸能活動を再開されています。宮崎真澄さん、その風貌と立ち振る舞いでかっこいい女性の突っ張り三原山純子を演じた宮崎真澄さん、京子がさらわれたことに激怒し、女一人守れねえくらいなら突っ張りやめろと徹と広志に劇を飛ばしたシーンはかっこよかったですね。1983年に映画愛子16歳で役者デビューを果たし、ビーバップハイスクールに出演、その美貌で多くの男性ファンを虜にしました。その後もたくさんの作品に出演、順調にキャリアを重ねていきます。プライベートでは1994年にカメラマンの男性と結婚、その後アメリカに移住しました。長男と次男を授かり、二児の母に育児等のために芸能活動はお休みされていましたが、2005年から活動を再開しています。しかし同年11月乳がんであることを発表されました。闘病生活の中で健康に気を配った食事や生活環境等を学び、生活に取り入れて次第に体調は回復、がん克服の過程で培った経験等を生かし、2009年に株式会社ヒプノウーマンを設立し、代表取締役に就任しています。ヒプノセラピーとは、薬ばかりに頼らず自然な方法で病気を治すという療法で、自分免疫を重視した療法のようです。会社のホームページは現在もありますが、更新は2012年頃から止まっているようでした。古川勉さん、トールとヒロシの舎弟信夫、喧嘩は弱いけど、その憎めないキャラクターからファンに愛されました。演じていた古川勉さんはビーバップハイスクールのシリーズ全てに出演した後に俳優業を引退、会社員として働かれているそうです。的場浩司さん、演技に対する情熱と誠実さから数々の業界人に好かれた的場さん、俳優として数々のドラマや映画に出演しています。心霊現象、都市伝説にも詳しく、テレビのバラエティで滑らないネタを披露することも、オフィシャルのブログは毎日のように更新されています。山木康之さん、一度見たら忘れられない土佐かリーゼントが特徴の横浜銀一を演じていた山木康之さん、ビーバップハイスクールシリーズ前作に出演、その後は俳優業は引退されている様子ですが、トークライブを開催すると活動は継続している様子です。今もなおファンから愛される存在ですね。石井博康さん、メガネをかけた独特な風貌で人気のキクリンこと菊永純一を演じていた石井博康さん、ビーバップハイスクールは第1作含め第4作まで出演、昭和のヤンキーとして今でも語り継がれています。俳優活動は短く2年ほどでした。その後はトラック運転手をされていたそうです。2008年5月病気のためお亡くなりになりました。ツイッターと SNS では石井さんの死を悼む声がたくさん聞かれました。本当にたくさんの人たちに愛されていたのですね。上野隆彦さん、カツアゲのシーンで肉まんを食べても許される男、大前金太郎を演じた上野隆彦さん、インパクト抜群の見た目とキャラクターで人気を博しました。大前金太郎役は3人の俳優さんが演じています。2作目から5作目まで演じた上野さんですが、その後俳優としての活動はされていないようでした。小沢仁さん、戸塚水産高校の頭である極悪兄弟の一人達夫を演じていた小沢仁さん、男前でこわもてなその風貌からついたあだ名は顔面狂気、その後も恵まれたキャラクターを生かして映画出演で人気を博しています。最近では映画監督、プロデューサー、YouTuber と幅広く活躍しており、まだまだ人気は衰えなさそうです。白井光弘さん、上等工業の照子と藤本照夫を演じていた白井光弘さん、寡黙ですがアパレルと怖い役柄で人気を得ていました。ビーバップハイスクール終了後は俳優業からは遠ざかっていたようですが、現在は YouTube にてテルチャンネルを開設して動画配信したりと精力的に活動されています。時光明さん、その狂気じみたセリフ回しで存在感を放った山田利光を演じられていた時光明さん、ビーバップハイスクール以外でも新宿純愛物語、危ないデカに出演していました。その後俳優業は一旦お休みされていましたが、
30年ぶりに映画に出演されるとのこと。2021年秋、クランクインの新竜帝外伝です。小倉忠さん、前歯がゴロッとなく、反り込みと合わせると恐怖でしかない。柴田を演じていた小倉忠さん、プロフィールやその後についての目新しい情報が見つからなかったのですが、時光明さんと同じく2021年秋、クランクインの新竜帝外伝に出演される情報がありました。ここからは如月翔子を演じた女優の皆さんについて見ていきましょう。中野美雪さん、中野美雪さんはその後、極道の妻たち、水戸黄門に出演して女優として活躍。1997年に元日本代表でバレーボール選手だった河合俊一さんと結婚されました。その後は芸能活動をお休みされています。五十嵐泉さんはその後、少女コマンド泉、教師ビンビン物語等の多数のドラマに出演。歌手としても活動され、お茶の間をにぎわせました。2001年に結婚して惜しまれながら芸能界を引退されています。橘理沙さんは大人気のアイドル歌手でありながら、女優業も並行して行い、世の男性を虜にしていました。2000年にモデルの松永信之さんと結婚、男の子を出産されています。いかがだったでしょうか。今回はビーバップハイスクール出演者の現在についてまとめました。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。